スカイラインクロスオーバーはかつて日産自動車が製造、販売していたクロスオーバー SUV 型の自動車である。2007年12月、北米市場に日産の高級車ブランドであるインフィニティのモデル EX35 が投入された。そして2009年7月にインフィニティブランドが展開されていない日本において日産ブランドのスカイラインクロスオーバーとして発売された。 スカイラインの名称を関してはいるが、形式は他のセダンクーペの V36 型ではなく J50 型となった。世代クーペとは E プラットフォームを共有しているものの、プラットフォーム共有の進んでいる日産では、フーガなどのモデルもこのプラットフォームを使用しており、また日本国外向けにインフィニティブランドで販売されている。世代クーペは両社とも G シリーズとして販売されているが、 このモデルのみが別名称の EX となっている。また、スカイラインシリーズにおいてはセダンが V37 型にフルモデルチェンジするまでは唯一、丸型4灯テールランプを採用していなかったほか、他のスカイラインシリーズとエクステリア部品で共有しているのはターンシグナルレンズのみであった。スカイラインシリーズにステーションワゴンタイプが設定されるのは、 7代目 R31 型廃止以来20年ぶりであり、日産ブランドとしての FR ステーションワゴンタイプは2代目、ステージアの販売終了以来、約2年ぶりである。エンジンは、欧州仕様の EX37 や、パノスカイラインシリーズと同じく、V 型6気筒3.7リットル VQ37、VHR エンジンを搭載し、ジアトコ製、e、JR710E、 JR711E 型マニュアルモード付け、フルレンジ電子制御7速、オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。なお、日本発売の時期は7速 AT 登場を待つことにより、他国よりも遅れたという。プラットフォームには他のスカイラインシリーズと共通の E プラットフォームが採用されたが、ホイールベースは 50mm 短縮された。 これはスタイリングを追求したためであるが、これにより生産コストは増加した。プラットフォームはセンターフロアより前方を V36 型セダンと共有しているが、ハッチバック化に伴う文字利合成低下を10%程度に抑え、セグメントトップの合成を達成した。フロントサスペンションは他のスカイラインシリーズと共通だが、リアには シンデイアウトのマルチリンクサスペンションが採用され、デュアルフローパスショックアブソーバーには専用チューンが施された。ホイールには、全車18インチアルミホイールが採用され、タイヤには、ダンロップ製の225、55R18SP、スポーツ 7000A、S オールシーズンタイヤが装着されている。駆動方式は、 後輪駆動とアテイサ ETS を採用する四輪駆動が用意され、それぞれグレードとして 370GT、370GT タイプ P が用意される。タイプ P は上級グレードとなり、アラウンドビューモニターなどが標準装備されるほか、フロントサイドシルリアアアンダープロテクターがセットとなったエアロパッケージをオプションとして選択することができる。なお、 アラウンドビューモニターの採用は、日産ブランド車としては、エルクランド、セレナに次いで3番目であるが、このモデルに採用されたものは、前2社よりも機能が向上されたもので、新たに、駐車ガイド機能、フロント、リアワイドビュー機能、ナビ連動フロントワイドビュー機能が採用された。スカイラインは、同社の伝統的モデル名である、スカイラインシリーズから来ている。なお、このモデルに、 スカイラインの名称を関するに際しては、スカイラインというブランドが高年齢層向けというイメージが定着してしまっており、またクロスオーバーは逆により若年齢層向けであるため、社内では反対意見もあった。しかし、それでもこの名称としたのは、若い世代にもスカイラインブランドの魅力を伝えるためだという。また、サブネームとなるクロスオーバーには融合という意味があり、 クーペと SUV の融合を意味する。なお、クロスオーバーという故障が自動車の名称に含まれるのは、このモデルが世界初である。ちなみに、リアにはスカイラインクーペと同様にサブネーム、クロスオーバーの表記はなく、スカイラインのみが表記されている。ありがとうございます。